中学生の頃、祖父から聞いた話。話自体は祖父の父、曾祖父から祖父が聞いた話。俺の地元の山に、神主もいない古びた神社があるんだが、そこに祀られている神様はいわゆるたたり神というやつで、昔から色々な言い伝えがあった。大半は粗末に扱うと災害が起きるとかそんな話なのだが、 そのうちの一つにこんな話があった。それは戦国時代、当時の領主の宝刀息子が、たたりなど迷信だと言って、神社のご神体を持ち出し、あろうことか酔った勢いでご神体に向かって小便をかけたらしい。それからしばらくは何事もなかったのだが、数年後から異変が起きた。古い話で詳しくは伝わっていないが、公伝として語り継がれているのは以下のようなもの。 詳細は不明だが、あちこちで説明のつかない怪異が多発。村人が何人も理由不明で失踪。漁師の顔が倍近くに膨れ上がる、原因不明の病気にかかり、回復はしたが失明。問題の宝刀息子以外の三人の息子たちは、戦で重傷を負ったり病気にかかったり。 問題の宝刀息子は乱心し山に入ってそのまま帰らず。たたりを恐れた村人たちがいろいろと神様を鎮める試みをしたが全てうまくいかず、村人は次々と村を去り、事実上の敗村に。こんなところなのだが、まあ古い話であり、文献として残っているわけでもなく、 事件の結末もわからない中途半端な話な上に、公殿として語り継がれる程度のものだったのと、その後村に住んでいる人たちは、後になって移り住んだ人たちばかりなので、いわゆる噂程度のものだった。そして時代は変わって祖父がまだ生まれる前、明治維新から数年後の頃の話。神社は当時から神主などはおらず、 村の寄り合いで地域の有力者などが中心となって掃除や神事などの管理し、たまによそから神主さんを呼んで神事をしてもらっていた。また、神伝として残されている話などから、触らぬ神にたたりなしということで、ご神体は絶対に誰も触れることなくずっとそのまま存在し続けていた。戦国時代の事件以降、 ずっとそんな状態で神社も村も何ら大きな出来事もなく続いてきたのだが、ある年ある事件が起きてしまった。ある日、村の若い人たちが集まって話をしている時に、ふと前期のたたりの話が話題になった。その時数人の若者がこんなことを言い出したらしい。たたりなんてあるわけがない。日本は開国して文明国になったのだから、 そういう古い迷信にとらわれるのはよくない、と。そんなこんなで、この後どういう経緯でそうなったのかはわからないが、迷信を取り去るためにそのご神体とやらの正体を見に行こうということになったらしい。まあ気持ちとしては一種の肝試し的な軽い気持ちのものだったのだろうと祖父は言っていた。ただし、全員が全員その話に賛同したわけではなく、 やはりたたりは恐ろしいということで実際に見に行ったのは10人ほどの集団でやはり肝試し要素があったので夜中に集まり神社へ向かった神社での一連の話は一緒について行った人から曽祖,祖父が聞いた話神社の境内に入り拝殿の扉を開け中に入るとこじんまりとした祭壇があり そこの台の裏に古ぼけた霧の箱が置いてあり、紐で厳重に塞がれていて、どうやらご身体はその中に入っているらしかった。皆そこまで来たところで少しおじけづいてしまい、また妙な何か胸騒ぎがしたため箱に触れることができなかったらしいが、最初に迷信だと言い出した奴が意を決して箱を手に取り、箱を固定していた紐などを解くと蓋を開けた。 中には綺麗な、どうもまがたまらしいが三つ入っており、特にそれだけで何事もなく、急に緊張のほぐれたため、逆に気が強くなり、ご神体を元に戻しそのまま朝まで拝殿の中で酒盛りをしたらしい。翌朝、拝殿でご神体の箱を開け、さらに中で朝まで酒盛りをしていたことが村中にばれ、若者たちはこっぴどく叱られたらしいが、特にその後何もないため、 村人たちもそのことをそれ以上追求しなかった。一応その時神社で酒盛りをしていた連中を連れて、村の地主が神社へ謝罪に行ったらしいが、三年後、村で妙な事件が起き始めた。村の外れにイノシシや鹿が木に口差しにされて放置されていたり、夜中に人とも獣ともつかない不気味な声を聞いたという人が何人も現れたり、 あちこちの家に大量の小石が投げ込まれたり、犬が何もない空を見上げて狂ったように吠え出したり、これは曽祖,祖父も深夜に便所へ行った時に見かけたらしいが、黒い人影が何十人も深夜に列を作って歩いているのを見かけたりと、とにかく実害のある被害者はいないが気持ちの悪い事件が多発し始めた。こういった事件が多発したため、さすがに村でも、 三年前の事件が原因ではないかと噂になり始めたのと、治安の面から不安なので、村人は村の駐在さんと相談し、近隣の警察署に応援を頼み、警備を厳重にしてもらうことと、村で時計団を作り夜中に巡回すること。それと同時に三年,年前の事件を引き起こした者たちでもう一度神社へ謝罪しに行くことなどが決まった。 しかし、様々な策を講じても一向に怪現象は止まらず、それどころかとうとう被害者まで出るようになってしまった。山に入った村人が何かに襲われボロボロの死体で発見された事件を皮切りに、子供が遊びに行ったまま帰らない。時計団の見回りをしていた4人が4人とも突然と消えてしまう。夜中に突然起き出して何かわめきながら外に飛び出し、そのまま失踪してしまう。 女の人が何かに追われているかのように必死で逃げていき、自宅に戻ると包丁で自分の首をかき切って自殺してしまうなど。そういった事件が立て続けに1ヶ月ほどで起きたため、もはや村人たちには手に負えないと何か解決策はないか話し合っていたところ、村のおじいさんが 山向こうの〇〇神社は、山の神社の神事の代行を何度か行っていて、それなりに縁があるようなので、そちらを訪ねてみたらどうか、との提案をした。他に良い案があるわけでもなかったため、ダメ元で明日〇〇神社へ向かうことで話し合いは終わった。翌日、地主が3年前の事件の主犯格などを連れて〇〇神社へ向かい、 か主さんに取り継いでもらうことにした。か主さんはとにかくお互い落ち着いて話そうということになり、社務所で一連の事件等のことを詳しく話すことにした。しかしある程度話が進むと、か主さんはそれはおかしいと言い出した。どうも山の神社のご神体は祭壇の上に置いてある平たい箱に入った銅鏡であって、霧の箱のまがたまは違うらしい。 戦国時代の話にしても、漁師の息子が粗相したのはその道教であると、まる神社に伝わっているらしかった。そもそもまる神社は何代も前から山の神社の神事を代行してきた経緯があり、自分も若い頃に一度代行したことがあるが、霧の箱や曲が玉のことは全く知らないらしい。実は地主も若者たちが、 開けたのはてっきり祭壇の上の箱のことだと思っていたらしく、その時はかなり驚いたのと、地主も霧の箱に入ったマガダ玉のことを今初めて知ったようだった。二日後、地主と当事者の若者たちが、地主の家で神主さんを待っていると、村の駐在さんが訪れ、怪現象が近隣の村や村の近くの陸軍の駐屯地でも起き始めていること。 一部ではそれに関連したと思われる失踪者も出始めており、どうも被害がこの村を中心としてあちこちに拡散しているらしい。まだこの村で起きていることが噂となっている兆候はないが、いずれ噂になり責任を追求されるかもしれない。早く何とかした方がいいらしい。そうこうしているうちに〇〇神社の神主さんがやってきたため、 皆でまず山の神社の勾玉を確認しようということになった参道を抜け神社にたどり着くと神主さんが自分が調べたことをまず説明し始めた神主さんが言うにはこの辺りには大昔から何か良くないものがおりその何かはよく人をさらっていったらしいそこで土地の人々は土着の国津神にお願いし この良くないものを退治してくれるよう頼んだのだが、その何かの力があまりにも強く、しかもさらった人々を取り込んでどんどん強くなるため、その神様でも力を封じ込めるのでやっとでとても退治することはできなかったという。要するにその何かそのものは封じられたわけではなく、ずっとこの村の周辺に潜んでいたが、力が封じられて何もできなかっただけであったと。 そこへ来て若者たちが神様の封じていたマガタマの箱を開けてしまったため、再び力を取り戻して人をさらったり殺したりするようになったとのことだった。神主さんが言うには、戦国時代の話はおそらくここの神様によるたたりで間違いないが、今回の一連の事件はそれとは全く別であり、村の人たちが見た黒い人影はその何かに取り込まれた人たちの姿で、 もはやこの人たちを解放するのは無理だろうとのことだった。また今回の一件でその何かはまたさらに力をつけたが、まだ神様の力を借りて力を封じることそのものは可能であるはずで、手に負えなくなる前に力を封じてしまわないといけない。そしておそらくその何かは長い年月をかけて、まがたまと一心同体のような状態にあるようで、 あまり真がたまから遠く離れることができず、おそらくまだこの近くに潜んでいるはずだという。また、封を開けてしまった若者たちは、全員この何かに見入られてしまっており、さらわれて取り込まれることとは別のことに利用される可能性があり、何かの力を封じた後でも全く安心できない。なので、神様が力を封じた後、 これとは別にお祓いをし、それでもダメなら〇〇神社は分社であるため、本体のある明神大社へ行ってお祓いをしないといけないことを伝えた。さらに何かの力を封じるため神様を下ろしている間、何かが若者たちを利用して儀式を妨害する可能性も十分にあるので、封を開けるときに立ち会った若者は全員ここへ集めた方が良いとのことだった。 そして、神主さんは、地主にまず普段神事を行うときの道具と、紙に書いてあるものを早急にここに持ってくるように指示し、若者たちはここにいないものも含め全員ここへ集めるように伝えると、首謀者の若者たちには決して何があろうと神社の外へ出ないように伝え、自分自身は霧の箱を開け、中のまがたまの状態を確認し始めた。まがたまを調べていた神主さんが言うには、 文献にあった通り、マガタマは力を封じるためのものだったらしく、今は何の力も感じない。ただし、これもやはり文献にあった通り、何かはマガタマと一心同体なため、何かの異様な気配だけはマガタマからも感じるらしい。数時間後、地主と村の者が真事に使う道具と残りの若者たちを連れて戻ってきたため、そのまま、 国つかみの力を借りるための儀式が取り行われた。神主さんが若者たちを全員縄で囲った結界のようなものに入れると、祝詞を読み上げ儀式が始まった。最初は何事もなく進んでいたが、しばらくすると辺りが異様に獣臭くなり、外で何人もの人がうろつく気配がし始めた。神社へやってきた村人は全員拝殿の中にいるし、 地主がこちらへ戻る前に残っている村人たちに、今日は何があろうと家から出ないようにと指示していたため、誰かがやってくることもあり得ない。つまり何かが今神社の外にやってきているということ。神主さんが言うには、今は神様がよりろの道教に降りてきているから、絶対にあれは拝殿に入れない。 だから、こちらから外に出なければ絶対に安全らしく、あとどれくらいかかるかわからないが、しばらく我慢してこらえてほしいとのことだった。それから朝まで儀式は続いたが、その間外からは獣とも人とも区別のつかない笑い声、ざわつく大勢の人の声、何かが歩き回る音や、ガリガリと壁を引っかくような音、朝方になるとあちこちを無差別に叩いて回る音が聞こえてきていたらしい。 朝になり儀式が終わると、全員緊張から疲労困憊で、とにかく早く家に帰って眠りたかったので、神主さんからこの後のことを聞いた、後、拝殿の扉を開けた。するとあちこちの木が倒され、神社周辺はそこら中に何十人か何百人かの人の泥だらけの無数の足跡と、神社の壁には何か大きな生物が引っかいた引っかき傷があり、 鳥や狸などを食い荒らした残骸まであったらしい。ちなみに後から神主さんに聞いた話によると、この村は一度廃村になったため、それまでの言い伝えや伝統がほとんどなくなってしまい、その何かの存在の言い伝えや神社の役割も伝える人がいなくなってしまったので、今まで神主さん自身も文献を調べるまで、儀礼的な単なる義務としての真事しか知らなかったのだという。 ただし、文献を調べてみても、何かの正体や、まる神社と山の神社の関係などはほとんどわからなかったらしいが、